僕の、ね、気になるテーマとしてはです、ね、レモンミカンさんおっしゃる通おり、河辺選手がです、ね、このスケートカナダのショートプログラムでトリプルアクセルを入れるかどうかです、ね、それが非常に気になります。た、まあ、多分フリースケーティングはほぼ確実に、ね、やってくるかなというところがあるんですがショートです、ね、ショートでトリプルアクセルをやるかどうか、これが僕も気になっているんですよ。 で、えっとまあ、それについては、浜田先生がどう思っているのか、そしてご本人がどう思っているのか、そして皆様の意見がどうなのか、これも非常に気になるところではありますね。僕はね、まあ、やらない可能性は高いんじゃないかなと思いますが、ショートに関してはね、ただ浜田先生がどう思っているのか、今のこの世界のレベルを見てね、えー、考えるとしたときにどう思って なのかというところが非常に気になるところではありますね。うんえー、そして、ゆうの玄也さん、ありがとうございますさっきテレビでカナ,ダカナダ大会の前日練習の様子が映っていました。樋口若葉ちゃんがトリプルアクセルを、えー、飛んでいる。 様、えー、様子子とワリエバちゃんのの練習の様子が、えー、見られました楽した楽みですまず、樋口選手に関しての,このトリプルアクセル、これ非常に楽しみですね。まあ、彼女も同じくショートプログラムでトリプルアクセルやってくる可能性は、多分そんなには高くはないんじゃないかなと思っています。うん まあフリースケーティングを中心にやってくるのではないかと僕は予想しています。で、ワリエワ選手に関してはですね、まあ、手を挙げてトリプルアクセルやるということなんで、まあ,あ、ただのトリプルアクセルではないということですね。で、こう、手を挙げてトリプルアクセルをやるっていうのは、まあ、おそらく、まあ、前代未聞ですし、まあ、彼女はあの得意で前からやってましたけれども、男子選手でも手を挙げてトリプルアクセルをやるっていうのが僕の記憶ではないですね。 多分ないですよね、ヴィンセント・ジョー選手もやってませんよね。うん、なので、あの男子もやらないことを普通にやってるっていうね、えー、そういったワリエワ選手、驚愕ですね。うん